ポピープレイタイム。チャプター2が来ましたね。動画始まって早々自慢していいですか？前回、約5ヶ月前ぐらいに、ポピープレイタイムのチャプター1の実況あげたんですよ。で、その後、公式から連絡が来まして。キヨ、ポピープレイタイムの動画ありがとうなと。すげえ良かったよって。チャプター2も作ってっからよろしくなって、そんな感じのメールが来たの。まあ中身全部英語だったんで、ほぼ意味わかんなかったんだけど、翻訳かけたらそんな感じだったんだよね。で、最近もまた来て、キヨ、チャプター1の時はありがとうなと。チャプター2、いよいよ来るぞ。頼むぜって。もう公式からさ、遠回しじゃなくさ、ほぼ直接的に動画あげろって言われたんだけど。ねえ、頼むぜって言われたんだよ。もうね、別に頼まれなくてもやるよ、楽しかったから。じゃあやっていきますね、ポピープレイタイム、チャプター2ですね。あ、全然ちげえな。チャプター1の時、前回ここ中島映ってたもんね。おい、磯野って呼んでる中島が映ってたもんな。でも中島前回死んだんだっけ？すごい不謹慎な言い方。チャプター2、フライインアウェブ。ウェブに飛ぶ？ウェブで飛ぶ？何言ってか全然わかんねえや。もう、あ、このゲーム全部英語なんですけど、翻訳をね、視聴者に任せるっていう、ものすごい雑なスタイルでやってます。いきますね。こんな雑なのに何がすげえ良かったようだったんだろう。なんか今なんか出てたな。一瞬。あ、始まる。あ、ムービーだ。俺の実況よくわかんねえけど、多分良かったよって適当に言ったんだろうな。あ、なんだ？ちょっとアナログっぽい感じの映像。始まった！いいね。海外の CM 感あっていいね。俺こういうの雑に投げるな。滑らすな、雑。綱引きをするな。すげえ伸びるじゃん。ちょっとこれ、気持ち悪いな。気持ち悪くないか？おもちゃとして確かに楽しそうだけど。何？あ、マミーって書いてる。中島のお母さんなのか、もしかして。ね、ピッてなんか音入ったぞ。 CM 途切れ、うーん、暗いな。あ、切り替わったの、ホラー演出に。途端に、おーおーおーおお、なんか前回それっぽいところあったよな。暗い森、いや、もうちょっと明るくしてもいいかも。どこ、ここ、駐車場。誰だお前は。え、なんて。ごめんなさいね。壊滅的に私英語ができないもんで。ポピープレイタイム。チャプター2。始まった。英語できないくせにそれっぽい読み方しようとすんだよな。あれ？最後なんて言ってたんだろう。メイクアップって言ってた？というのはメイクってこと？あ、待って。あ、待って待って、これ覚えてるぞ俺。ちゃんと前回の続きからなんだ。前回さ、ここになんか人形がいて、俺が扉を開けて終わったんだよね。人形を解放して。解放軍になってたんだもんな。で、そこの続きからなんだ。じゃ、とりあえず動いてっか。私ね、こういう画面、一人称視点っていうのかな、すごく酔いやすいもんで、ちょっとゆっくりやりますね。走ることでできるけど、走れるけどあんま走らないとくわ。これどこに行くんだろう、戻るでいいのかな。うわ、戻れなくなってる。うわ、楽しい。これ両手で、両手いけなかったっけ、両手いけないっけ、これゴムゴムのバズーカできないんだっけ。あ、できる、バズーカできんじゃん。で、物も引っ張れると。お、こっちかな。あ、なんかここの扉あった気がすんな。開くわけでも、どうやって扉開けるんだろう。何をするんだろう、俺。え？こんな秒で積むことあんの？ここ。あ、開いた！ E キーですね。ごめんなさい、操作確認します。E キー。ちょっと待ってて。掴んだまま。あー、あった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 。で、これしゃがみ、あー、もう了解です、行ってきます。前回の続きも結局ストーリー、おお、中島、ものすごく楽しそうな中島。すごい、お前そんな笑顔できるんだな。え、主食木なの、主食木の枝なんだ、肉系じゃないんだ。なんかワンちゃんみたいに投げたら取ってくるタイプなのかな。中島もペットとかなのかな、こいつ。中島食われちゃうそうだけど。
で走るが、シフトね、了解了解。でE キーで開けれるけどここは開かないと。基本的にね一本道なんだよ。おーおーおおお、どうしたどうした、ゴムゴムのストーム打つ前みたいになってんぞ。クロコダイルに浴びせた技と一緒だよそれ。すごいな。驚いてる。この感じでやってたら終わんねえぞ。なんかすげえボリュームがあるらしいよ今回このチャプター2。これは何だろう、引っ張ってきたけど前回全部アイテム回収してると思ってたけどさ一個も回収してなかったらしいね。血だな。なんかスタッフさんがいないんだよねここって。でここは開くわけじゃない。なんて書いてるのかも全然わかんねえな。ドアノブの位置キモ、なんかドアノブの位置キモくね。ここ真ん中にドアノブの位置ってなんかキモいな。こっち行ってみるか、右か。降りること、あ、わかった、あ、分かってないです。降りることはできて、あっち側に行きたいんだよね。なんかで、それが来るんだね。それ邪魔だな。なんかで移動できんのかな。どっか掴む箇所とかがあれば上に行けるんだろうけど。上、これか。あ、着いた。で、こう、こう、ちょっと、すいません。すいません、腕、あれ？はい！いったー！皆さん、意外とまあ2、3回目で行けてるように見えるじゃないですか。僕も今5分かかってますからね、ここに。進んでって、お？中島、ボタン押していいのか？ I press here。は？お前意外と声低いんだな。は？なんか何言ってっかよくわかんねえぞ。なんかでもとんでもない下ネタ言えなかったか、今。Give me a big squeeze. I promise I won't bite. バイト？お前バイトなのか？正社員に見えるけどな。え、演者じゃないの？お前バイトなの？ Come closer, friend. あ、フレンドって言ってた。友達ね。分かった。友達でいいけど。I'll squeeze you until you. あ、なになに？ハッピーバースデー？どういう？あ、なになに？何の音？もうお前じゃないところから音流れてたぞ。ハッピーバースデーと言われても俺全然誕生日じゃねえんだけど。こっちは、あ、いけそうだね。で、こっちはなんかいけなさそうだよね。はい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 。しゃべらせよう。あ、もう今一周したってことね。引っ張って、引っ張って、引っ張って、こっち側に行けるってことかい？開く！変なところに血！こんなところに血は流れないでしょ。で、これはなんじゃ？あ、取れる。あ、取った。タブキーで、あー、キーブレードか。サイズ的にキーブレードのデカさだったもんな。うわ、なんか激弱キーブレードって感じすんな。これ空使わないぞ、多分。唯一空が捨てたキーブレードだぞ、これ。何これ、いらないよ、ポイって。で、ここら辺は押せるわけでもなく。鍵を手に入れたってことは、ここは鍵使わなそうだから、一箇所あれだね。思い当たるところがあるね。こうして、うまくない？ちょっともう慣れちゃった。ここじゃないか。あれでもこれ鍵穴ねえな。あ、なんかいけたわ。なんかいけた。このドアノブキーをキモいところがあったな。今キーをって言っちゃった。んで、これ誰が作ったの？これは、センスはないでしょこれ。気持ち悪いな。別じゃないのよ。盗むな。え？どこにあんの？どこ行った？あ、なんか手に入れたのか、インベントリー的な。おーおー、デイジーって書いてんのか。なんだ俺もう勝手に盗んでいいのかこれで。あ、なんか絵がある。あ、さっきの恐竜だ。マイベストフレンド、はははって。でも恐竜の友達は中島じゃないな。なんか少年が乗ってる、少年が乗ってる。これどっちが書いたんだろうね。恐竜が書いた可能性はあるもんね、少年じゃなくて。え、なんかソファー降ってきたぞ。なんだこれ。しかも降ってきたのはソファーじゃねえ。クッションだ。なんだこれ。なんか上から降ってきたんだけど。で、あ、ポピー、ポピー、あ、そっか、この女の子がポピーっていう名前なのか。はい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 、俺がね前回解放した解放軍のポピーね。で、名前が分かんない。あー、でもこれお母さんなのか彼女なのか分かんない。でもマミーって書いた感じするんだよな。いるんだな、マミーも。お母さん、いや、もう彼女なのかな、俺彼女だと思うわ。
中島も彼女いるんだな。サザエさんの世界でもやっぱ彼氏彼女関係とかあるんだな。あ、めっちゃ踊ってる。みー誰で、中島もいると、まあわかんないんで皆さん考察してみてください。僕はその考察コメントを見て自分で考察した気になっておきます。で、中島、あ、うまいのこっちの絵で、中島がいると、何をすればいいんだろう俺は。あ、なんかある。これは取れるわけでもない。おーおーおーおお、なんかいったぞ、なんかいったぞ。いいのか、いって、なんかいけそうなところはもうガンガン進んでいこう。これ基本一本道のゲームだから。くれえな。でもね、意外とホラーゲームっぽいんだけど、なんかあんま出てこないんだよね、敵が。どうもー。中島がいて、よいしょ。あれ、ポピー。 I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. は？ Here. キヨ、キヨって言って今。何？よ、呼ばれた今俺。やばい、なんかすごい空気が、やばい。初対面の女子みたいになってる。友達の紹介で出会った初対面の女子みたいな。やべえ、喋ることを思い浮かばない。障害ることが何も思い浮かばない初対面の女子みたいになってる。どうしよう。ポピー、なんか今キヨって最後呼ばなかった？これ、これか。あ、電気が流れる。あー懐かしい。これで電気をこれ通せるんだよな。これ通せるんじゃなかったっけ。通して、通して、どこに打つんだ。ちょっと待って、どこに打つんだ俺。あ、これか。これをこうかな。お、あ、ここじゃないのか。あ、来た。パチパチされた今。ポピー、どういたしまして。あ、あ、OK。 Pay you back。 プレイステーション、コーク、ダイハード。え、プレイステーション、コーク、ダイハード。何その3つ。キヨ、いや、英語できないとこんなに苦しいんだな。プレイステーションにコーラとダイハードって言ってた。何この3つの単語。頼むぞお前ら公約。ははじゃねえ、誰だ笑ったら。あ、いる、ポピー。何してんだお前。あ、なんかあそこつけるんだ。はあ、やべえ、気まずくなる。突然喋んのやめんの、やめて。気まずくなるから、こっちも戻っていいってこと。ちょ、行くよ俺また。はい、こっち戻って、よくわかんないけど戻って良さそうだな。なんか あの子のポピーのところに行くってことなのかな。こっち戻ったら、hey, I'm up here. いいよ。あんまりストレス感じない子なのかな、あの子。すごいな、顔面張りてずっとやられてたのに。何、何言ってるか分かんないけど、こっちに来いって言ってたね。ポピー、ポピー手だけ伸ばしてもらえる。ポピー、僕ね意外とジャンプ力ないのよ、こう見えて。ポピー、そ、マイフレンドのこの恐竜さんいればな、草食動物なんだな。あんまり食べながら喋んない方がいいと思うよ、いくら友達だと言っても。こいつ草食べながら喋ってない？あんまり食べながら喋るってよくないと思うけど、だって食べ終わってから喋ればいいのに。こっちか。あ、なんか出てる、出た。で、右手がこっち、すると、あれ、あ、来た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 。メーターが満タンになりまして、開きます。あ、いいな、シンプルでサクサク進んでいくね。で、こっちの下はなんか面白そうだな。多分あっちは行けないのかな。ここはなんだ。お、ムービーじゃない。ん、ゲラップって言われてる。うわ、なんか白い、うわ、なんか頭がみたいになってる。あ、死んだんだ。なんか確かになんか死んだみたいなこと書いてたよ。英語ができないからムービーなのかなってちょっと思っちゃうじゃん。今なんか 70% ぐらい今ムービーで進んでんの。死んだんだね俺今。あそこ、あそこ届くの。あ、届くんだ。はい、こうして。ちょ、難しいかも。これ多分短くする必要ねえってことだよな。そのまま行くか。そのままグイーンと行って離して、ナイスー。
で進んでこう、ごめんよポピー待たせちゃって、ここは開かない、開かない。でまた変なキャラが出てきたな。ハチなのかトラなのか分かんないキャラ。ハチトラって呼んでいいか。あ、でもお前 B って書いてんな。ハチなんだな。でもハチ、ハチトラ出会ったと思ったら死んでやがる。ハチトラ、ハチトラ、モゲピーちゃんになっちゃってんな、ハチトラ部品が。でこっち行けそうか。引っ張る、引っ張る。まあ、目の前のドアも気になるけど、あ、引っ張れないんだこれは。こっから行けないね。じゃあここ、あ、ポピーちゃんこっから行ったってこと？入れる？あ、来た。じゃあします。あ、ポピー来たぞ。Listen. お前ちっちゃいんだね、意外と。I'm going to need you to trust me. ほぼ何も喋ってないよ。ねえ、連れてかれんの早すぎない？もうちょっと何か喋ってから普通連れてかれ。打ち合わせしてたぐらいの速さだったよ。ポピーレッスンって言った後なんつってたの。いやーじゃねえんだよ。お前どういう立ち位置のキャラなのか分かってないの。俺敵なのか味方なのか、もうこっち来いみたいな誘導役だったのかな。ここも開いてない、ここ開いてない。多分これ穴落ちたら死んじゃうしょ。ゲームステーション、プロダクション。うわ、暗いっていうよりも闇だね。でもな、なんかどう、ごめん、ちょっと一回落ちてみてもいい？本当に死ぬのかなっていう、俺好奇心はもうね、あ、抑えられないタイプ。行ってきます。死んでないかも。あれ、死ん、な、今の俺何これ。あ、死んでない。滑り台みたいなところ来てる。あ、来た。ゲームステーションにパワー。やっぱ筋肉ってすごいよな。パワーの言い方全然真似できないもんな。あのアメ取るゲーム大好きなんだよね、筋肉の。あー、これも何書いてっか分かんねえけど、とりあえず下潜っていけんの。あ、ハチトラ、ハチトラ、お前もこんな姿になってしまって。空いてるところ行ってみっか。じゃあパワーのところ行ってきます。あ、またこれ、あー、はい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 、ちょっと謎解き系ね。1って書いてる。じゃあどっかに2があんのか。あ、2って書いてんな、あれ。じゃあつけます。え、ね、何つけます。なるほど、ここの棒に当たったら食らっちゃうから、1番をぐるっとやってで、だからこっちからやった方がいいのか。こうか。で、あ、無理無理、やめて。あ、こうか。こうして、こうして戻れる。これ届くか、あれ。あ、いたー、やっと行った。なんかビリビリいってる、ビリビリいってる、ビリビリいってる、ビリビリいってる。あ、危ない、あっち行ってた。むずいなぁ。ぐねぐね、これむずかったな、意外と。行こう。結構でも伸びるよな、腕。で、あー、開いた開いた開いた。ゲームステーションが開いたんで、こっから行く。そろそろ敵が来そうだと思うけど、今回の敵誰なんだろうね。あの、ポピーを連れてったってことなのかな。ポピーちゃんを。ハチトラではないと思うんだよな。はい。で、右手の赤を。え、潰れた。これが恋の始まり。え、取られた右手。うわ、来た。あれ、あ、そう、お前あれじゃん、オープニングのポピーちゃん。近い。何言ってるか分かんないからしょうもないことしかできない。Obey the rules, or I'll tear you apart.
and eat your insides while you're still alive. じゃねえんだよ。あ、でもあれだね。ちゃんと集中してさ、なんだろう、リスニングというか聞いてみると分かるもんなんだね。俺映画とかもさ、字幕で見るからさ、英語とか自然と耳に入ってくるんだけど、分かるもんなんだね。今なんて言ってたんだろう。なんも分かんねえわ。集中して聞いてんのに一個も覚えてない単語、最後のへへへしか覚えてない。ポピーちゃんなんか首根っこつかまれて黙っちゃってたし、で俺右手取られたんだけど、ねえ、俺の右手安いもんじゃないよ、シャンクスと違って。シャンクスも絶対安いもんじゃねえのに、安いもん叩いて強がりやがって。わ、ウォーリーを探せみたいな世界あんな。みんな黄色いシャツ着てる。服かぶりすぎじゃね？結構恥ずかしくない？こういうなんか遊び、なんかアミューズメントパークとか行ったところでさ、めっちゃ服かぶってたら恥ずかしくない？え？ってなっちゃうんだけど。あれ？何こいつ？中島じゃない。なんか変異体中島、中島アッシュみたいなやつがいる。しかもみんな血だらけじゃん。おお、大集合してる。ゲームの最終回の後に流れる一枚絵みたいになってんな。プレイタイム。あ、今のこれ中島アッシュだ。あ、このなんか猫みたいなやつも見たな。ロボット見てない中島。あ、こいつさっきのポピーちゃん首猫掴んでたやつ。ポピーちゃん、これは彼女、いやお母さんじゃなくて彼女じゃねえかな。で、意外と草食動物の恐竜。誰だこいつ。で、ハチトラ。あ、意外とでもちょっと馴染みあるメンバーだな。これ引っ張れんのか。どうやって引っ張んだこれ。こう引っ張ればいいのか。はいよ。で、開いて。お邪魔しまーす。で、このゲーム、すげえよな。なんか、作りが。リアルというかさ。なんか、海外で大人気だけど、もう、すげえ人気なんだよね、ほんとに。とてつもない人気誇ってんだよね、このゲーム。押してみるか。あ、さっき連れてっためちゃめちゃ腕長いやつだ。は？なんか音声大丈夫？収録音声がおならみたいになっちゃってるけど。え、何？盗聴してる？おならの。なんか腕使ってさ、たまに出す音みたいになってない？腕に口つけてさ、プーってやるやつ。ちょっとやってみていい？きったね。きったね音。ごめんなさい。想像以上にきたね音が出ました。ちょっと、何言ってかわかんねえよ、あいつ。俺どこ行けばいいんだよ。めちゃめちゃ優しそうなキャラクターいいんじゃん。お前さっきの俺がよくわかってないやつか。ミュージカルメモリー？え？お前髪の毛。髪の毛の先っぽ何か貝殻つけてんの？独特なおしゃれだな。あ、まだいる。ちょっと、あ、ステーション。ゲームステーション。来た。わ、ん？うん、薬やってる？ 3、2、1、ジュージューって何？あ、あ、汽車があるってことは、あれか、ポッポーみたいな感じで言ってたってこと？もしかして今。ハハ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 ハ。うわ、リアル。この電車も乗るのかな。ここ合わせれない。緑持ってねえよな、俺。開けれない。ちょっとどっか行ってみる。あ、スイッチがあるから、これ引っ張ってみっか。赤いところ、左から行きます。はい。はいよ。ね。お、しまった。ゲームステーション。ゲームステーション、はい。ファンゲームズ？うん、メモリー。ビッチ？ビッチって言った今。すごい最後悪口吐き捨てなかった今。なんか、どこが開いた？どこが開いた今。ああ、
開いてる。マッスルミュージカル、マッスルミュージカルが開いてる。ちょっと言ってる、絶対このゲームさ、世界的に人気だからさ、英語も簡単な英語だと思うのよ。こんなに聞き取れないもんなんだね。なんだろう、俺恥ずかしくなってきたわ。でも俺視聴者に任せてるから、視聴者がもう翻訳してくれてれば、もう結局俺も分かったみたいなもんだからな。行ってきますね、マッスルミュージカル。マッスルミュージカルメモリー。血だらけ。レッツパーティー。楽しそう。あ、それあれなんだ、貝殻じゃなかったんだね。楽しそうだな。すげえ血が飛んでるけど。死んでるけど。で、ここは開かない。おお、瓦礫がぶっ壊れてるってことは、モンスターが出てくるっていう可能性がある。押せるか？届かない。来た。 I know when your birthday is. June 28th. 48って言ったのか、でも AKB グループなの、お前。あ、AKB グループなんだ。坂道ではなく AKB グループなんだ。今48って言ってたよな。48バースデーって言ってたよな。ちょっとこっち行ってみますね。何も。このさ、基本的に赤、黄色、青が多いよね。のいろんなものが。そういうテーマ統一してんのかな。進んでって、これ落ちていいのかい？落ちるよ！おい、もう、ここ行っていいの？ここ。しゃがむのか。ここで作業員の人しか行っちゃダメなんじゃないの？てか、こんなの、なんで脱獄、プリズンブレイク？脱獄の世界みたいになってるけど。ピッピ言ってる。ボタン。押せはするけど、何にも動かない。赤ピーピーが言ってるから、これ下げてみっか。下げたら、あー、電気ついた、電気ついた、電気ついた。あー、マッスルミュージカル。これは何をする部屋なんだ。あー、待って、これあんじゃん。うーん、なんだどうしたその手、急に急に変なところ挟まったみたいになってるぞ能力発動すんのか。どっかに、あ、あった。ここでビデオが見れるってことよね。来た、頼むぞ、お前ら翻訳。俺はもう何もわからん。放棄する。聞く能力を放棄する。プレイタイム。あ、あ、読める、読めるかも。緑の、あ、グリーンハンド、なんかさっきあったよね、押すところ。緑の手を発射することによって、これも赤い手と一緒なのかな。10秒 ?10 秒後に、あー、なるほど。なんかこれ制限時間的なのがあんのか。で、緑の手のところに押して開きます。で、離したら10秒後に閉じるとか、そんな感じなのかな。早く行かないと。あー、なるほど。やってみてえな、これ。これやってみてえな。オーケーオーケー、サンキュー。どちらで どういたしまして。じゃあ開かない。あー、こっち行くっぽいな。奥にも行けそうっちゃいけそうだな。あ、光ってる。押してみるか。はい。あ、なんかめっちゃ溜まってんな。すげえ、近く行って見てみようぜ。社会見学とかこういうの楽しいよね、見るの。で、丸くなってる。おお、玉がちょっと液体っぽくなってんのか、これ。で、どうすんだ。全部キャラクター設定なんだね。次の工程に行ける。はい、押すと、おお、なんかでも全部出ちゃってる。あ、これで、あー、なんかこうか。あー、直すのか、直すのか。オッケー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 。で、これでもう一回やるか。はい、押します。あ、すると繋がっていく。あ、どっかなんか壊れてんだね。じゃあ多分途中途中他にも。で、おお、面白い面白い面白い。で、回転して、これで、あ、緑の手を作ってるってことね、今、緑の手袋を。で、動いてって、5個もいらんかな。1個でいいんだけど、なんだったらサンプルで。で、このまま進んでいく。針がある。ちょっと次の工程だな。やべえ、面白いな、これ。押します。すると、緑のものが、あ、なんか、詰まってんね、これ。これ、詰まってんな。何をするんだ、俺は。ノーペイント、なんか、なんかドス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 言ってるぞ。俺以外にも誰かいる？ここ光ってるビデオ、どっか行くところが、あ、待って、奥行けそうだからちょっと行ってみるか。階段あるよね。あららららら、こっち上りの
なんかもう動いてない？俺なんもしてないのに。こっちまだ上りの先。あー、はい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 。で、これ何？これ何？これ何これ？これなんだ？これ何持ってんの？ちょっと。ちょっと、ちょっと待って、どこ行った？あ、ちょっと、これ何？あ、塗料ペンキか？あ、これを、そかそかそか、わかったわかったわかった、足りてないから、今回入れるんだ。すると、ここに補充されました。押します。こっちじゃねえな。押します。あ、あ、楽しい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 って5個もいらねえんだけどな。これホラー要素どこにあんだ今。まだねえのかさすがに。今謎解きタイムってことだもんな。で、5個あるから、ラスト押します。すると出てくるってわけだね。5個。はい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 。え、どれがいいかな。こういうのってさ、心理的になんか、真ん中を選ぶ人はなんだかとかさ、一番左を選ぶ人は心配性でとか、ど真ん中はナルシストなんですよとか、なんかちょっと言ってきそうなやついそうじゃない？ちょっと心理学学んでるやつとか言ってきそうじゃない？あー、真ん中選ぶってことはあなたあれですね、みたいな。で、このちょっとしか出てないところ、こういうのあなたは変わり者に思われがちです、みたいなさ、思われたいと思っていますねって。あ、取れねえわ。あれ、取れねえ。どうすんだこれ。あ、取った！取れました。すいません、右から2番目のものを選ぶっていうことはどういうことなんですか？心理テストしてください、僕に。で、緑のボタン押せるから、押してみたいな。なんか見えない壁がある。押す。何も起きないぞ。お、光ってる。で、これさ、これも気になるんだよね。あ、なるほどね。ちょっと、あ、はい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 、分かった分かった。全部10秒間か、全部10秒間でやるってことか。押す、つける、離す。ちょ、ここにいてみよう、いてみよう。クソガキ。どうなる。思ったのと違う。ガチャンってなって挟まってゲームオーバーかと思ったら全然違った。はいはい、つける。で、これ早く行かなきゃいけない。で、進んでっていいのか。あっち行き止まり、こっち右あんな。進んでく、登る。意外とサクサク進んでんじゃない、俺にしては。こっちは、あー、はいはい、さっきあっち側にいたもんね。ちょっとぐるって回ってきたのか。来た。あれ、お前アンダーテールに出てなかった。ねえねえ、死ねって言ってこない？フラウィーみたいなやつがいるんだけど。進んで、あー、ここ来ました。やっと回ってきました。いや、君ちょっとなんか陽気な感じするんだけどね。ウィッシュ？大悟？ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、やっぱなんか誰かの誕生日なんだな。なんでこいつだけめちゃめちゃ痛みつけてんだろう俺。なんでこいつに対してめっちゃ痛みつけたんだろうな。ほんで続いては、なんすかここ。なんだここ。なんかよくわかんねえけど3億円ぐらいしそうな絵が出てきたな。お、なんだここ、モニタールーム。あ、上がある。あれ？ Welcome to musical memory. あれ？あ、何？あ、見てなかった。漢字の部分見てなかった今。なんですか？あ、脳みそ出てきた。あ、前頭葉？後頭葉？前頭葉と後頭葉の話されても何言ってるかわかんないんですよ僕。A sequence of colors will be shown. レッド、and you must recreate the exact sequence.Using the button, はい、分かった。はい、もう全部把握した。Bunzo will slowly roll. あ、順番に押していけみたいな感じ。あ、で、上から。あ、分かった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 。あ、これ好き、楽しいわ。押せないと上からなんか迫ってくるみたいな感じなのかな。あの呪われたロボットが。で、間違ってると、あいつに捕まっちゃうよみたいな。皆さん、捕まってみ、捕まってるところ一回見たくないですか。ロンガー、はい、もう何言ってる、何言ってるか分かんないけど、やることはもう分かりました。グラック、ありがとう。グッドラックっていうドラマあったよね。木村拓哉の。はい、ポピープレータイム。始まるってこと？なんかどっかで。この画面押せばいいのかな。何？あ、いる！クラ！何言ってか分かんないな、お前。でも結構テンション高いんだな。
あー降りてきてる降りてきてる降りてきてる、すげー降りてきた、パーン。おいお前研究者ポジションで見てんじゃねえよお前、こっち実験体じゃねえんだぞ。上がってったら何しに降りてきたんだ、こんな感じですよってこと。見られてる、あブルーって出てる、あで押すんだろうけど、ちょっと一回死のうぜ、一回死のうぜ。煽られてる。めっちゃ煽ってくる。来た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 、あたたくろ早くなってる。降りてくれ降りてくれ、どうなる、来た、うるさいな。なんかそんな怖くはない、可愛いんだよな。なんかちょっと何語、なんかちょっとさ、しずえさんに見えないこいつ。呪われたしずえさんに見えない、とかイエロー、はい、レッド、はい、あ、なるほど順番か、イエローレッドね、イレイレイレーブイレーブ、これね、頭文字で覚えてるよ、いけるからね、イレーブイイレーブイ、見てるかな、ちょっとこれ見とかなきゃ、画面見とかなきゃ、イレーブイグイレーブイグ、はい、簡単だね、おた早かったな、ラウンド2、ラウンド2っつった今、レッ、あれレレレレ、はい、レレあレレ、もう今もう一回レッド入った、今もう一回レッド入った、レグレグ、あってるか、レグレグイレグ、ちょっと速くなってんのかな、レグイレグイグレグイグ、バカレグイグブレグイグ、これラストかな、ブ、オッケー、まだある、レグイグブバイオレット、レグイグブバイオレット、ちょっと待って、バイオレットバイオレット、なんで間違ったの今、レグイグ押されてなかった、レグイグブバイオレット、あ、いた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 、終わった終わった終わった、なんだよ、ラウンド3って言った今、ホワイト、ベンホワイト、はい、ホワイト、ホワイト、ホワイト、ホグ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 オレンジ、ホグオレンジ、ホグオホグオホグオブホグオブ、多くない、ホグホグオブイホグいい、ホグオブイーホグオブイー、俺バカみたいじゃない、なんか終わった、終わった、ラウンド終わってた今、ブー、おいな、ブージェージェーって何、ジェーふざけんなよお前、ブジェーハート、ブーブジェーハート、どこにあんの、あとハート、ブジェーハート、ブジェーハートハート、ブジェーハートハート、ブジェーハートハート、はい、ブジェーハートハート、なにそれ、ブーブジェー、あったあった、ハートはハートハート、何これ、はい、あ、パイね、ブジェハートハート、ブジェジェハートハートパイで、なんかバイオレット、はい、オッケー、もう終わる、終わった、もう種類多いな、次はラウンド5、もう多くない、やるパターンが、ホワイト、できるできるか、おい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 、おかしくなるな、できないできない、なんでそれやるの、待って待って、ブレージェー、違う、なんかある、お前だな、何このゲーム、え、for doing such a splendid job, Mommy has decided to give you
part of the code for the train. サイレントキル。何言ってんだ。あ、なんか出てきた。何これ。その前にこの腕返してもらっていいですか。これ僕の腕じゃないですか。あ、違うか。あいつが伸ばしてんのか。おいおい、お前このゲームちょっと楽しかったぞ。正直に言うけど楽しかったぞ、やってて。まあ、帰る、まだ帰っちゃダメなんだよね、これ。あ、降りれないな。あ、なんかある。ちょっと引っ張ってみっか。おい、ち、引っ張れない。ういー、開けろ。おいなかなか取らないほら、はい、ありがとう。ちょっとインベントリーで見てみますね。すごい張り付いてんな。その体勢血のぼんない頭に。プレイウィズユーって言ってたら、なんかガタガタガタ。あ、戻ったってことね。これでちょっと待って、髪何これ。この4つは何なの。トレインコード3分の1、プレイタイムトゥトレインアクセス、インスト、全然わかんねえわ。頼むぜお前ら。これ一人実況じゃないからね、視聴者との実況だから。何十万人実況だからね。タイトルに書こうかな、何十万人実況って。いきます。いらん、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 しょうもないな。戻れるかと思ったら戻れないみたいな、いらん。こっち行けなくなっちゃった。どこに行くんだろう。あ、さっきのここか。開けた。結果的に開けてよかったってことなのかな。こっちのぐるっと回っていきたいけど、まあ行き止まりだよね。行ってくるか。いいね、ちょっと楽しいわ。そしてなんかさ、もう映像が綺麗よね、このゲームって。じゃあ行ってきます。ここに下がっていきます。いや、すげえ映像が綺麗だし、ゲームシステムも面白いんだけど、大してストーリー理解してないっていう一番ダメなパターンな気がする。一番、ねえねえ、よ、俺やっぱさ、ちょっとさ、公式からまた連絡来たら、よっから、キヨ、チャプター2もありがとうなって言われたら、いや、僕はあんまストーリー理解してないんですけど、本当にいいんですかって。改造かな、なんだったら翻訳視聴者に任せちゃってますけどって。でもそれでも言ってきそう。いやいや、いいんだ、すげえよかったよって。なんでもいいよ、なんでもいいって言ってきそうだな、最悪。最悪もう、なんでもいいよって言ってきそうだな。楽しんでくれるんだったら何でもいいさって。確かにめちゃめちゃ楽しんではいる。でもいつか、いつかね、多分ね、このゲーム人気だからね、日本語翻訳、音声は日本語なくても日本語の翻訳は出てくると思うんだよね。ゲームとして絶対出した方が盛り上がると思うんだよな、みんな好きだし。あ、なんか新しいところ来た。降りていいんすかね、これ。怪我しない？危ね、一応怪我しない落ち方した。腕は折れたけど怪我してんな。何こいつ、やべ。一番気になるやついるんだけど、ねえ、ポピー、ねえ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 、ポピープレイタイム、ポピープレイタイムファミリーの中で一番気になるやついるんだけど。ダメージ何が書いてあるんだ。じゃ、とりあえずぐるっと回ってみる。あ、プレイタイムの、プレイタイムじゃないな、これプレイトームみたいになってんな。これ間違っちゃったから廃棄になったってこと。タイムじゃない、お前何やってんだみたいな。これさ、ちょっとさ、若い社員の人が作ってさ、間違ったらめっちゃ上司に怒られるんだろうね。かわいそう。じゃあお前が作るよって言ってやるもん。まあそのまま進んでいくか。あ、なんかありそう、ここ。あ、取れる、取れそうじゃない。引っ張れないのかな、これは。落とせるわけでもないのか。ここ手前もつけれない。まあなんか回収アイテム的な感じなのかな。うわ、でっかい恐竜さん。あれ、お前意外と草食動物のやつか。恐竜だけど、どこ行けばいいんだろう俺。なんかどっか、あ、上だな、あそこに行くんだな。はい、あ、また緑の手がある。これビリビリできるんで、あとはボタン押せる。押すと上がれないってこと。ここ押す、上がる。あー、なるほど、この恐竜が邪魔ってことなのかな。単純に、お前ずっと気になるわ。お前何踏みつけられてんだよ。いじめあってないか、大丈夫かお前。完全に靴の跡ついちゃってんじゃねえか。助けてやるからな俺が。お前は何をテーマにしたキャラなんだ。ダメージで、なんかもういじめられてるみたいになっちゃってる。かわいそう、絶対助けてやるわ、その帽子くれ、その代わり。あ、待って、これビデオどっかで見るんだな。一回引っ張っていいっすか。ビデオ見る前にこうやってね、はちゃめちゃにやんない方がいいんですよ、絶対に。あ、呼べる。声高っ。すげえ声高い。ワンピースピーカみたいになってる。ノーファイブ。
お兄ちゃんって言ってる。やべ、全然わかんねえ。こんなに英語って聞き取れないもんなの？これ俺だけ、みんな聞き取れてる、もしかして。I'm 日中、日中って言ってたの？日中下痢って言ってなかった？日中、I'm 日中下痢って、日中下痢なのか、きついな。あれ、あ、びっくりした。あ、こっち行ける。あ、びっくりした、今なんかやっちゃったのかと思った。あ、なんだこれ、なんかあるぞ。あ、なんか押せるところある、あそこ。あそこ押すんだな。なんかさ、あ、ぶら下がれる。ぶらさ、うわ、ぶら下がれない。なんだ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 これ。あ、なんかわかんないけど、連れてってみるか。いいよな、何かわからないけど進むっていいよな。これとりあえずちょっとこのレール上に進めてみて、こっち進めれる。おいでおいで、こっちにおいで。で、ぐるっと回って、こっちも来れるかい？はい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 。で、進んでって、ビデオテープ探してよな、その前にまず。まあ、最終的に、あ、待って、俺全部分かったかもしんね。あ、分かったわ。多分、緑の電源入れて、恐竜をこいつで掴んで、エレベーターから避けるってことなんじゃないのか？エレベーターっていうか、あのリフトから。あ、絶対そうだ。到着地点ここだもん。あ、やべ、ビデオ見る前に終わっちゃいそう。で、ここに、オッケー。で、ここに緑のボタンを押せる。ちょっと待ってね。はい。はい。で、動かす。すると、あ、わかった、待って待って待って。これこうじゃない？こっちじゃない？こうじゃない？で、時間が切れるから落ちる。そしたら、ここがいいけど、ちょっと待って。ビデオテープ見る前に終わっちゃった。あ、ハチトラ、お前こんなところにいんのか。ちょっとね、ビデオテープせっかく、あ、ごめん、ハチトラごめん、ハチトラごめん、ちょっとビデオテープせっかくなら見ようぜ、ちょっと探してくるわ。あったら、意外と探すのに苦労してしまった。で、これでビデオテープ見る。すると多分操作方法だよね、やり方的に書いてんのは。あ、ちょっとデスゲームみたいなキャラ出てきた。あれ、こいつ。うんこしてない。うんこしてんじゃん、やっぱり。あれ、なな、何って、何ってんの、全然何ってかかんねえわ。まあでもこれクリアしたからな、ちょっと翻訳できる人ごめんね、俺の声で。裏、終わったぞ、なんか映像勝手に映像終わったぞ。うんこしてた。やっぱこれ伏線になってたんだ。日中下痢ってこいつ言ってたもんね。日中下痢からのこうやって絶対うんこしてたもんな。でも行くわ。はい、これで行きまして、で進んでっていいのかな。左も気になんね。上はこれ登れない感じか。伸ばしてもゴムゴムのバズーカやっても意味ないわけね。ちょっと進んでいこう。ああ、ないな、何も。敵が来る感じでもないな。ここも押せない。ただボタンを押すところが、あー、はい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 。で、これ電気を押されると上がっていくわけね。で、あそこも2番。あー、で、上もつかなきゃいけないから、ぐるっと回ってこういって、あーな、これもまちょっとまずいやつかも。ん、これでいけるか。あ、いけた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 、よくわかんないけどいけたわ。で、あー、これでもう完全にこれだけで動くよって話ね。はい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 、あ、意外と簡単だった。進みの、そろそろなんかさ、ここのさ、横の壁とか正面の壁からさ、ボカーンってなんか出てきてほしいんだけどね。てか、あいつ出てきてほしいな、ポピーちゃん連れてったやつ。あいつ多分今回のボスでしょ？一本道だな。これも押せない。あ、なんか音が消えた。それじゃさすがにビビんないな。それがもうちょっとね、なんか血とかがべちゃって出てきたらさすがにおーってなるけど。登っていこう。上に。これでどこにたどり着くんだ？はい、これ引っ張って避けます。開ける。あれ？あ、なんかあ、見てねえか。あ、蜘蛛の巣じゃ、あ、蜘蛛の巣、これ何これ。
蜘蛛の巣っぽいけどな。あ、戻ってきたのかこれ。あ、これ戻ってきたんだ。戻ってきました。で、あー、はい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 、わかったわかった。多分こっち、次こっちのエリア行くんだろうね。で、ここ、あ、ここもエリアあるんだろうね。3つのエリアがあるみたいな感じか。だからこれ一個一個光ってんだ。了解了解と思いつつ、ここ押したいです。へい。ゲージ満タンにしたら開きます。開いたらなんか見なかった、さっき。これじゃない？これだ。この順番に押すんだ。あ、だけど多分まだ何も足りてねえんだな。3つのエリア行かないと多分押せないみたいな感じなのかな。すごい容量がいい。把握している。すぐ把握してる。んじゃあこれを引っ張…うん、引っ張れないな。引っ張って…この音楽好き、ちょっと。このちょっと壮大な音楽好き。フォーケーっつった今。ファンタスティックフォーケーって言わなかった今。はい。Our next game is Wag-O-Wuggy. Head downstairs and have fun. なんか半笑いでずっと言ってんな。なんかファンタスティックホーケーって言われたんだけど、ホーケーにファンタスティックもなんもねえと思うけど。次、あー来た、ね、今ワギーって言ってたもんね。ワクワワギー、こいつワギーっていう名前なんだっけ。ワギーものすごく良くないことしてるけどね。絶対にやっちゃいけないことしてるよワギー。それ多分やっちゃダメだと思う。捕まるんじゃないかなワギー。笑顔だったら許されるとかそういう感じじゃないからね。でも俺はお前のこと中島って呼ぶからね。誰君？たまに知らんやつ出てくんのよな。え、君誰？なんか色違いみたいなのいるけど。あ、楽しそう。あー、こいつ、ど、こいつが彼女なのかな。もうさ、中島お前もうすげえヘラヘラしてるっていうか、この子供たち、子供たちはすごい楽しそうに見えて首を絞められてるよね、絶対に。絶対に首絞められてるよね。なんでこんな笑顔なんだろうみんな。あ、すげえ色違いたちがいる。あ、そしてこいつ中島、本な、本家中島がいるの。いろんな中島がいるんだね。で、このまま進んでって、おー、なんだここ。イカゲームが始まりそうだな。イカゲームでもすんのか。あ、来た、映像見ます。プレイタイム。 Welcome to Wack-O-Wuggy。またなんかゲーム始まるな。This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. 膝に光線を浴びたら足が、あ、反射で上がっちゃうよねみたいなやつ。あ、両手持ってますよ今。はい。で、穴があったら入りたいってやつ。はい、穴があったら中島がいる。中島、あー、あー、わかった。あー、もう潜らった時ね。了解。That's all。グッドラ、簡単なゲーム、すごいシンプルだけど。1、2、3、4、5、6、え、なんかゲームエラー起きたんだけどね。ゲームのエラー起きた。もう止まったぞ。ゲームのエラー起きて、うん、止まったぞ。ま、あ、まさかタイトルに戻ってくると思わなかったわ。てか中島こんな右上にいたっけ。うん、なんか飛ばされた。何これ。グッズのサイトに飛ばされたわ。クソ、こんな気になって一回押しちゃうだろ。これ、ロードゲームでいいのかな。ロードチェックポイント。はい。行ってきます。ちゃんと、あの、イカゲームみたいなところからで大丈夫かな。あ、よかった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 。さっきなんか謎に止まったんだよな、ほんと、急に。で、始まる。じゃあ、これカットしていくか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。多すぎない穴。ねえ、グッドラックじゃなくて穴多すぎない。始まるんだよね。だいたいここを背にするか。ここを背にすればこう見れるわけでしょ。おー、お前かい。その研究者ポジションやめろ。俺実験体じゃねえんだよ。なんか落ち込んでる？なんかあった？すげえ腕伸ばしてる。ハブファン。始まったってこと？なんか音鳴ってんな。どっかから出てきてんの今。え、まだ始まってないよね。画面くれんだよな。始まってる？あ、なんか音が鳴ってる気もしなくもない。なんか音鳴ってない？まだ始まってないか。
始まってる。なんかちょっと一回見てみたいな、これどうなるのか。なるほどなるほど、オッケー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 。あ、だからさっきいろんな色のこの中島がいたんだ。あー、楽しい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 。いやー、なんかさ、日本語訳でやりたいなっていうのもあるわ。ストーリーをしっかり理解したいっていうのがあるわ。英語でなんとなくのさ、雰囲気と多分こんな感じなんだろうなっていう。英語できればな、俺が英語さえできればよかったんだけどな。これヒントとか出てんのかな。あ、来た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 。ここでいいの。はい、結構早いね。ちょっと音楽ないんだね。なんか音楽とかないんだね。すごい、こんな無音で淡々とやるもんなの。はい、すごい静かじゃない。みんな酔うかもしんねえわこれ。ちょっとみんな酔いやすいかもしんねえ。これ俺ですらやっててちょっと酔いそうだもん。わからん。ちょっとむずくないか。どっか出てきてる。あ、いる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 。危ない危ない危ない。次、あ、いる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 。あ、いる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 。おいな、あ、いるな。おい、いるぞ。お前もか。で、次、あ、お前もいるな。あとはいるか。ここいねえな。いるか、いねえか。お前いるな。あとは他はいる。お前もう終われ終われ。あ、いるな。お前だな。あとはお前いるな。お前もいるな。ちょっと出てくんな、出てくんな、出てくんな。むずいって。腹立ってきた。やべえ、腹立ってきたぞ。難しいっていうものはストレスになるんだな。腹が立ってきたぞ。キモいぐらい難かったぞ。難しすぎて画面の明るさ結構上げてたもん今。終わった終わったんだよね。おい、解放しろ今すぐ俺はこっから。あ、なんだ終わった。ちょっと一回画面の明るさ戻すわ。 OK かな。いや、マジなんなんこのステージ。え、ちょっとさ、俺こんな苦戦すんの久々かも。今10分くらい、何回俺このモグラ叩きやったんだ。10分15分くらいずっと黙々とこうやってさ。ムカつくわあいつ。ちょ、久々にちょっと諦めかけたわ。はい、手逆だな。ね、タブで見て、もう一個の方を手に入れたってことなのか。ん、これ何で見るんだ。これではない、あ、こっちか。赤黄色赤青。あー、なんか押す順番のやつがまたこれでヒントが1個もらえたって感じなのかな。はい、戻っていきます。すげー張り付いてんなお前。 絶対簡単な英語言ってくれてんじゃん。絶対簡単な英語言ってくれてんじゃん。ごめんな、俺が凄まじくバカでごめんな。なあ、お前の名前わかんねえけどごめんなだけ言っとくわ。んで、あ、ここから戻れるって感じか。了解了解。やった、終わってよかったー。本当に難しかったの。意外と簡単そうに見えんじゃん。後半えぐいのよ、あのモグラ叩き。そして何より暗くてあんま見えない。ここどこ、そしてまず今どこ登ってっていいのか。普通にまたカラフルな階段だな。で、よいしょ。もう登れないぞ。これ登れんのか、ここ。これ合ってるか。あ、なんかある。なんかあるな。なんか手に入れた、なんか手に入れたぞ。合ってんのかこれ。ああ、
キシミシーって何？中島じゃん、なんかハートの中島が手に入れてんだけど、うわ何これ、ちょっと欲しいかもしんない。でこれ上は、あ途切れてる。でもここで上にどうやって行くのか、あ待って、あれ掴めんのか、あ掴める。じゃあグイーンと行きまして、なんかいい感じのところに、いい感じのところに、せーの、まあ、あもうここら辺だったらどこでもいいか。はい、オッケー。で戻ってきた。お前ベロ長すぎない？意外と、ギャップだね。ベロ下長っ。結構、腸の部分に収めてるみたいなぐらいの長さだ。すごく長いね。実際にこの生物に会った時、あ、かわいいにゃんこって思って、その下の長さ見たら、ちょっと引いてしまうかもな、俺は。あんま良くないよね。見た目で引くっていう、下の長さで引くっていうのは絶対良くないのにさ、一瞬引いてしまうかも。おーおーおーって。あと、お前うるさいな。ハムニャ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 、それやめろ、もうハムニャムニャムやめろ。もうちょっとなんか他にあっただろ。ハムニャムニャムやめろ絶対。あーでも今一個多分モグラたたきエリアが終了したってことは、しばらくはまあ出てこないと思うんだよね、敵っぽい人は。でバルブがありーの、これはなんだ、謎解きエリアなのか、パワーザフューチャー。多分この緑のが新しい、後から出た新発売なんだろうね。赤と青の手が多分同じ同時発売で、緑の手は後々、まあ、ポケモンでいう初代でいうピカチュウバージョンみたいな感じなのかな。金銀でいうクリスタルみたいな、ルビサファでいうエメラルドみたいな感じでさ、多分そんな感じなんだと思うんだよね。こっちじゃねえな。はい、だからちょっとした要素が付け加えてるみたいな。いけない。なんだ、終わった。あら、中島か。あれ再開じゃない、中島、うわ中島じゃねえ、中島じゃねえ、彼女か、お母さん出てきた。あ、レバー下げたら俺と、やばい、ハグしてしまいそう。俺は今ずっと一人だったからハグしてしまいそう。すごい乱暴にレバー下げるじゃん。中島、中島ママ、中島ママ、中島ママ、ちょっと待って、一緒に行こう、中島ママ、中島ママ行かないで、中島ママ待って、まだ間に合う。中島ママ、中島ママ、中島ママどっか行っちゃった。何中島ママって、ずっと変なあだ名つけてる。彼女じゃないんだね、多分。あれお母さんだろうね。お母さん優しかったのかな。絶対今さ、こっちに来なさいみたいな。でも唯一俺の嫌いなところ、レバーの下げ方、だいぶ乱暴だったもん。あ、これうまく使っていくんだろうな。はい、待って、これもさ、なんだ、あ、これ引っ張れる。時間でさ、このグローブも切れちゃうのか。うん、こっち、あ、これか、押す。あー、もう一個緑のが必要だな。やっべ、あー、びっくりした、閉じ込められたと思った。あー、緑のでうまく繋いでいかなきゃいけないのか。なるほどね、ちょっとした謎解きエリアにまた来たってわけだ。あ、ここか。じゃあ緑補給全部パンパンやってっか。ここ、あ、もう一回いけるね。あー、なるほど、ここ、こっちからここ、ここ、こっちからここ。で、これどうすんだ。やべ、緑のエリア、待って、まだ撃つのありそうじゃない。これ今どこに来た。あ、レバー下げを、あー、分かった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 、各エリアで中継していくんだ。はい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 、だから今のもここの後にあっちだね。了解了解了解。ここで補給、離す、つける、戻る、補給で、こっち回りの補給、つける、補給、つける、これつけとくか。ねえ、これレバー下げる。皆さん何言ってるか分かります？僕全く分かってないです。なんか適当にやってたらうまくいってるだけなんで、ま、全く分かってないですね、やってんのが自分で。で、あ、
やべ、今ので緑のやっとけばよかった。そしたらあっちの、開くのか。なるほどね。こんな後の場所にあるんだな、ビデオテープが。頼むぞ、お前ら。あ、本当に頼むかも。真っ黄色の人だ。何喋んの？もう早く喋るの？実況撮る前に俺みたいな。あ、何？So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my APRS realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mop handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Nothing. Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing. And the mop handle strolls on its own. And me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate. And some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. 怒ってるのこれ。Thing?あいつが語ってんのか怒ってんのか分かんないな。Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. 黄色い壁に黄色い服だから、ちょっとさ、動植っていうかさ。I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Who have you told about this? Besides me, obviously. ほう。Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras. なんか争ってんのかな。What? あ、There's a massive bloody monster! Monster? Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys. Marcus? Not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? あ、帰ろうとした。Actually, never mind. Get out of my sight. なかなか帰らんな。あ、帰った。何の話？え、何の話？でもね、皆さん。コメント欄見てみてください。いるのよ、たまに。ちゃんと翻訳してくれる人が。だからあんまり映像中あんま喋んないようにするんだよね。キヨさんの声であんま聞こえなかったです。ここがなんて言ってるかわかりませんでしたって言われたらちょっと困るから、ちょっとね、ちょっとちゃんと聞き取れるように俺は何も喋んないようにしてるんだけど、ありがとな。なんか翻訳してくれる人マジでありがとな。それに関してはもうマジの感謝してるわ、俺。で、これ持ってくればいいのか。ビリビリを。はい、こっちで下げて。すごいよね、でもこうやって英語とか聞き取れる人って。俺マジで何言ってるか何にもわかんねえもん。でも多分ね、ほとんどの人が多分何もわかってねえと思うのよ。で、一緒にコメント欄で確認して、あ、そういうこと言ってたんだーみたいな。で、こっちも、ん？こっちは？こっち、あー、なるほど！押す。いたー！完璧！んで、そのまま俺は追っかけてっていいのか、これを。釣れ、なんか燃やすような色がしてるけど、これ釣れてっていいの？釣れてくよ。このまま。これ俺が先頭でいいのか？俺先頭じゃなくて、お前が先行けよ。お前先行って。あ、これあれか！さっき行き止まりだった場所か。レッツゴー！俺も一緒に行くぜ！走れねえ。で、壊してってくれる。なんか落ちたな、人形が何体か。暗いね。ちょっと待って、落ちたぞ。で、突っ込んでったから、俺はまっすぐ行かないで、多分右に行くんだろうな。こっちに行って、んで、降りていいのか降りちゃダメなのかわかんないな。まあ、とりあえず、降りて良さそうだな。あ、OK だね。降ります。で、あ、戻ってきたんじゃない？あ、戻ってきた！やっと戻ってきた。やっと戻ってきたよ。中島、僕戻ってきた。あ、あと1個になってる。疲れた。でもこれ容量がかなり、なんかボリュームがまだまだあるって言ってたから、これどんぐらいなんだろうね。下手したらまだ半分いってなかったりすんのかな。じゃあ皆さん報告していいですか、1個。僕ですね、モグラ叩きで完全に酔ってしまいました。